どうもこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい、このね、22日から、高知競輪を走ってくれる、6人です。ところが1人ね、ちょっと落車があって欠席をしたということで6人になりました。7人やったんやけどね。それで岡君が追加配分で入ったけど、それでも6人ということで、まず山本君にね、山本君にちょっと話を聞いてもらおうと思うけど、はい、山本君、はい、今よね、はい、自分としたらよね、調子はどう？調子は悪くないと思います。悪くない。成績は？成績は悪いですね、はい、決勝乗ってないもんね。決勝乗ってないですね、うん、今度は目標は？目標は優勝ですね。することやね、はい、うん、優勝に乗ることじゃないけど、することで。そうですね、うん、はい、で、この3日間はね、乗り切るためのための練習はよね、はい、十分やってきたのか。そうですね、まあ十分か分からないですけど、いつも通りです、うん、はい、で、自分としたらやれたと思った？まあぼちぼちって感じですね。ぼちぼち、はい、ぼちぼちで大丈夫かい？まあ大丈夫です。大丈夫、はい、よし。それではね、この3日間のね、コーチのファンもだから、山本君もね、喜ばない関係、はい、頑張ってよ。頑張ります。はい、どうもございます。ありがとう。はい、岡君、はい、追加配分らしいね。そうです、はい、うん、いつ来た？3日前ぐらいですかね。ほんなら練習は？まあ練習はその前までしてたんで大丈夫です。やれた？はい。ほんとかい？はい、よし。ほんならちょっと3日間ぐらいで、今日休養も取った？そうですね、はい、うん、で、体の調子は大丈夫？そう、もう最近やっと自転車が進むようになってきたんで、うん、大丈夫だと思います。あ、そう、はい、進む方法を知っちゃうかい？うん、早く、うん、こぐことです。みんなより早くなら足巻いたらね、はい、進むがいいけどね。頑張りよ。はい、ね、それでこの高知競輪をね、絶対に3日間のうちによね、はい、どこでとは用意わんけんのよ。1回は配りに来てよ、投げに来てよ。そうですね、初日にできたら一番いいんですけど、はい、ね、俺いつとは言わんけど、はい、頑張りますね。ほな、頑張って、はい、3日間も乗り切って、はい、はい、どうもありがとう。はい、出た、沖君、よろしくお願いします。沖君、はい、調子は？スコフルイです。ああ、ね、で、今度の目標は？レースの山本君が優勝を目指してるみたいですけど、うん、僕がさせてもらいます。ああ、ね、ちょこっとさせてもらうの、させてもらおうか。そうですね、はい、ね、はい、うん、山本君の息をちょっと抜くという感じやね。そうですね。そのためには調子は？抜群でいいです。抜群かい、はい、ほんまかい。スコフルじゃないが、スコフル以上ですね。スコフル以上、はい、スコフルの上か。スコフルの上です。よし、ほいだらね、そっちの今沖君がマイクを握っちゅうの、ね、その時に明日この22日からの競輪に対してのね、自分の気持ち、こういう風にして頑張りたいというところをね、ちょっと言うてください。そうですね、地元なんで、みんなで決勝が乗れるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。はい、岡君、岡君、ドリブル、ちょっと成績はずっとここ1年悪かったんですけど、やっと自分なりには良くなったと思うんで、明日22日からの高知県には一つでもいい着を目指して頑張るんで、お願いします。はい、どうもありがとう。はい、山本君、22日からの3日間、一生懸命走ります。沖さんをちぎらないように頑張ります。はい、ねえ、沖君、ちぎれんように頑張るよ。はい、3人ちょっと交代して。えいねえ、これね、みんなよくしてると思いますけどね、山口なっちゃんと、それから藤原君と山中君です。で、この2人が、向こうの2人が S 級で、こっちがガールズということで、そうよね、こっちがガールズじゃなかったら思うてよね。で、なっちゃん君で、前回のなかなかまくりが出て、はい、調子がええみたいだけど、はい、両目が痛いって言う、はい、ねえ、はい、どうです、調子はええ？調子はすごくいいです。えい、はい、スコブルやないの？スコブル、スコブル、はい、絶好調よ、はい、よし。で、この高知競輪でね、
まあ、まず目標としたら決勝に乗ってもらって、はい、ね、まあ、取ってもらいたいが気持ちやけど、はい、ね、でそのことはありそうな、優勝取れそうな、はい、はい、ええー、ね、プロになりきったねもう、うん、やっぱりそういうこともね、なけら自分としても強気もなけらいかんと思うもんね、はい、コーチの選手はね強気ばっかりが多い、本当に強気ばっかりやもん、はい、ほんでね、頑張ってもろうて、なっちゃんがうんと盛り上げてもろうて、はい、この3日間も頑張ってよ、はい、頑張ります、ね、はい、藤原君こんにちは、はい、藤原君 S 級で、はい、頑張らな、頑張ります、ね、はい、ちょっと成績が悪いって今言おったけど、そうですね、良くないですね、良くない、はい、うん、もう良くないのは今までにしてもろうて、はい、今度の22日からはしっかりと頑張ってもらわな、はい、頑張ります、ね、一人で転んだらいかんぞ、すいません、こけたばっかりでよくご存知で申し訳ないです、みんな見上駅、みんなテレビを見向きをね、お前もうよく知ってますよ、俺は知っちゅうだよ、はい、なんかええことしてしたがあんまり知らんけど、どうしてくんだがうんと知っちゅうか前回のコーチの初日も、うん、転んでるんで、転んだけど、どうなんとか無事に今度は、はい、ちょっとこうもちろん、はい、挽回を、挽回をやるためにしたいですね、うん、はい、まず22日の初日よね、初日ですね、頑張ってよ、頑張ります、うん、はい、本当に頑張ってよ、はい、なっちゃんメインのちょっと脇役で終わらないように、そう、高尾と頑張ります、みんなの主役役ね、はい、頑張って、はい、山中君こんにちは、こんにちは、こんにちは山中君どうです調子は、いいです、えい、はい、もうコーチの選手はいいです言ってそれに騙されてよ、こうたらよ来てないね、みんな本当にええかね、多分、はい、多分、はい、だんだんもう一回聞いたら危ないがないどうで、少し少し、ほ、うん、で山中君がやっぱり今先行まくりでいきよらね、はい、大体まくりが多いね、そうですね、もう基本は前自在に何でも、何でもそういう感じです、うん、まあ今度の高知競輪もよ、ね、あんたら二人が S 級やけどよ、しっかり頑張ってもらうな、ね、はい、で今度やったら最低ここの辺までは行きたいという気持ちないかね、僕は、うん、優勝、とりあえずコーチで、S 級上がって決勝乗ってないんで、うん、とりあえず決勝に乗れるように頑張りたい、今度は初日2日は気をつけちゃらねえかんねんなら、そうです、最近の成績ちょっと良くないんで、とりあえず初日が一番勝負どころになるのかなと思います、はい、じゃあそっちからやるぞという一言、S 級上がって、高知地元で、初めての決勝乗れるように頑張るので応援よろしくお願いします、はい、どうも頑張ってよ、3日間一生懸命頑張ります、応援よろしくお願いします、はい、頑張ってね、はい、高知競輪を盛り上げるように頑張ります、応援よろしくお願いします、はい、頑張ってよ、ということでこの6人がね、22日からぐっと盛り上げてくれると思います、でファンの皆さんもまた競輪場に来て声かけちゃってください、よろしくお願いします、どうもありがとうございました、それでこのガッツポーズの歩きなっちゃんの真ん中にして、ね、いやー再生囲まれて女男に、もう一枚、おい、はい、頑張るぞ、ないが行くぞよと、おおおいでよ、あ、どうもありがとうございました。